どうもアディオスことのジュンです。ケンゾーです。マルクです。今回はちょっと特別な面白い企画をやっていきたいと思います。何ですか何ですか。ちょっとケンゾーとマルクにチャレンジしてもらいます。おお。実はねこちらヒント1番ヒント2番おヒント3番ヒント4番おお。今回はこれを使ってね僕たちが住んでいるアンドラの街中宝探しと思います。じゃあ4つのフードに書かれているヒントを全て解いてそう宝を見つけなきゃいけないのが街中全部あるからね。何まあどこにあるかは言わないけど、街中のヒントを解いた、まあこれヒントこれだけどね、このヒントを解いて街中を通って宝のところまで来てください。おお、楽しい。え、ルールはそれだけです。宝は何、宝なんだろう。それは秘密。え、それは秘密。ロレックスとかあの新新しい車とか期待してるんだけど、さすがにそれはないまあ僕はね、今からちょっと早速出て先に行きますので、オッケーオッケー。じゃあゲームマスターの順はもう先にいろいろ設定しに行くってことだね。なるほど。そうだね。じゃあこれを預けておきます。ここが結構大事なルールなんですけど、ここで一つ目開けてください。おー、そして一つ目のヒントを解いて、そのヒントの答え僕に送ったり写真とかで証明したら、うん、ヒント二つ目開けてください。そして三つ目四つ目って感じで。わかりました。ルールわかりましたか？はい。オッケーです。任せてください。皆さんこういう動画面白かったらぜひチャンネル登録あと高評価もねよろしくお願いします。初めてだよねこういうの。ね。初めて初めて。よしでは。ヒントは街中に隠されるの？それとももう最初から持ってるの？これがヒント。これが。あ、最初から全部持ってる。オッケー。その街中のものが答えなの。ああ、なるほど。順から連絡を待って1個目を開ければいいんだね。え、じゃあ待機します。じゃあ僕は今から出ます。お頑張りください。バイバーイ。10分後に出てください。僕、まあ僕が合図したら開始ってことで。わかりました。いきますよ。ポーン、スタート。10分スタート、いきます。バイバーイ。僕もあらいろんなところで盗撮するからね。オッケーさて皆さん、今からね僕ちょっと宝のある最終目的地に行くんですけど、ちょっと真っ先に行くのつまんないので、ちょっとケンゾーとマルクに位置情報を僕にシェアさせてるんですよ。だから僕いつでもケンゾーとマルクの位置が分かってるんですよ。だからねちょっとケンゾーとマルクについていきながら盗撮とかしてみたいと思います。今頃ケンゾーとマルク1個目のヒント開けたくて、なんか開けたそうだな。でもちょっと待たないといけないよ。 OK、 10分が経ちました。じゃあ早速マルク開ける？開けますか。1個目のヒント。 OK、 じゃあ皆さん1個目のヒント開けます。10分経ったのでね、なんか見えるぞ。じゃーん、何て書いてる？時間が歪んでしまった。歪んでしまった。その場所。あー、巨大文字、写真撮影。オーケー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 。場所分かりました。分かる分かる。健三分かったね。分かった。行く方向分かってるね。分かってる分かってる。じゃあ一斉の袖指さぞ。3、2、1、あっち。オッケー、行きましょう。え、あのヒントでは、うん、時間が歪んだところっつってたぞ。うんうん。とりあえずさ、うん、俺たちが思っているところ向かおう。そして向かっていく最中に何か気づいたらすぐにカメラ回します。はい。さあ皆さん、もう来るよ、もう来るよ、もう来るよ。隠れときます。ちょっと隠れときます。もちろん地図は見せれませんよ、位置がバレちゃうからね。だけどもう出た、もうあの角から出たよ。僕今ここの角の後ろに隠れてるから見えないけど、少し歩いたら姿は見せます。迷子とおいらさ、これ超面白い。見る？みんな見ますか？あそこ、あの二人です。おばちゃんの頭がちょっと邪魔で見えないけど、いますよ。あの白いジャケットと緑のジャケット、あれケンゾーとマルクですもう本当にあんまり怪しまれないようにゆっくりだけ近づいていきます。もう怪しい動きだけどね、それが。皆さん、第1ヒントのところ近づいてきました。僕たちはね、はい、言っちゃいますここで。 OK、 アンドラに来たら絶対に写真撮影をする、記念写真を撮る広場があるんですよ。はい。しかもでっかい時計の銅像があるんだよ。そう。そして時間が歪んだって言ったじゃないですか。もうその時計めちゃくちゃ歪んでるんですよ。ダリの、ダリっていうね有名な人が作った銅像です。え、そこのことで 100%。 100%。 そして大きい文字があるって書いてなかったっけ、ヒントに。あ、大きい巨大文字。それはみんな今から見せます。見てください、僕たちの予想が合ってるということをね証明しますね。はい。え、しかもさ、今日って平日なのになんかめっちゃ交通量も多いし、うん、人も多いから時間じゃない、この時間だと思う。こんな中で宝探せるのか盗まれてない？誰かに着く前にもう宝消えてたりして、誰かに盗まれてそう。そしたらもう最悪だけど、まあ多分大丈夫でしょ、アンドラだから安全なはず。でね、多分こっち方向に歩いてる理由は、1個目のヒントの答え分かったのかな、分かったのかな。確か1個目は時が歪んでしまった場所、確かそう、時が歪んでしまった場所。そう、実はこの街には時計が溶けてる銅像があるんですよ。そこに向かってるんだと思う。まあ、間違ってたらこいつはバカって呼ぶけどね
行こう。皆さん、ケンゾーとマルクがね、あっち行ったんですよ。だから僕の作戦はあいつらの前に行きます。あいつらを抜かします。あの、これ ただ単に僕盗撮してるように見えるけど、友達ですから怪しい人ではありません。それだけを教えておきたいです。皆さん、おでっかい巨大文字、お巨大文字見える、奥の方に見えるんだけど、ちょっと見えないから、みんなは見えてるかわからない。あの、信号を待って渡ろう。日本の信号とどんぐらい違うか知らんけど。でさ、今から着く広場に何があるんだろうね。いや、何もなかったりして、普通にジュンがいる分かんないけど、とりあえずジュンに写真を送れって言ったから、あ、オッケー、そこで俺らセルフィー撮らなきゃいけない。分かった。3、2、1、渡りましょう。渡ろう。おい、危ない。それは今盗撮されてるのかもしれないよ。え、ジュンに盗撮されてるって言ったら、どこにいるんだ。周りを見て、ジュンはどこにいる。ジュンはどこに隠れてやがる。いや、多分バレないようにどっかにいると思うんだけどな。ルーフトップバーからもう超ズームレンズで俺だわもしそうだったらちょっとビール。着きました。着きましたね。ここがね、あ、まず歪んだ時計に行こう。自撮りをしなきゃいけないんだよね。そうそうそう、自撮りとして、あの、順に送んなきゃいけない。そして文字と時計が映んなきゃいけないから。皆さん、来ました。時が歪んだ巨大文字の場所、オープン。時間が歪んでしまった場所。時間が歪んだ巨大文字と写真撮影、つまりこの時計と後ろの巨大文字全部映そうか。オッケー。ピース。ちょっと眩しくて目開けられません。あー、目開けすぎた。取れた取れた取れた。マルク目閉じてるけどいいよいいよいいよ。じゃあこれ順に送ろう。オッケー、じゃあ順に送って。第一ヒントをクリアできたと思います。ジュンはどっかにいるのかな。ちょっと見ますよ僕。あ、一瞬この人がジュンに見えたね。ジュンに見えたけど違う。どこにいるんだ。ジュンに送った、ジュンに送った。じゃあ今からジュンの返信を待ちたいと思います。皆様見えますか。緑のジャンパーはマルクです。おっと、ケンゾーからメッセージ来ました。こちら見事大正解です。ジュンからメッセージ来ました。大正解だって。大正解。よしよしよし。じゃあ、まあ、これと2を開けろって言われてる。ヒント2でございます。オッケー、開けてくれ。これ面白くないね。初めてなんだけどこんな宝探ししたの。街中でとかやばいな。ほほほほ、じゃん。赤いネクタイをつけた白人が10人、廊下の先に、そこで芝生と穴の遊びをしよう。 What? 待って待って、何？ヒントによくわからない。僕読むよ。赤いネクタイをつけた白人が10人、廊下の先に点点点、そこで芝生と穴の遊びをしよう。芝ゴルフでしょ。待って、ゴルフ、ゴルフ、芝生と穴の遊びはゴルフでしょ。そうだね。これ一つアイディアがあるのは、もしかしてゴルフ店のことなのかなって思ったけど。待てよ。でもその赤いネクタイをつけた、え、俺わかんないんだけど。一回そっち向かって、なんか、ね、赤いネクタイ見つかるか見てみる。え、僕もうここでギブアップしますじゃあ代わりに飛び込んでくれ。いや、どうぞ飛び込んでください。あこれ僕さ、楽しんでいいのかわかんないけど、ほんとめちゃくちゃ楽しんでる。ケンゾーとマルクが僕が作ったヒントを解きながら、僕が隠れてついてってんだよ。待って、でもこれそんな簡単に考えちゃダメだと思う、ケンゾー。なるほど、ね、赤いネクタイ何かしらの意味があるのか。とりあえず中心行ってみる。歩く、適当に歩いてみようぜ。分からんから適当に歩くことにしました。マジでわかんない。これでさ、もしかしたらジュンがこのチャレンジのためにわざわざ10人の白人を雇って、いやいや、全員に赤いネクタイつけたんです。いや、それはやばいそれやってたらエグすぎるんだ。それは絶対ないか。じゃあとりあえず探してみるか。え、さあ、僕予想をずっと考えてるんですけど、うん、赤いネクタイとか聞いたことないし見たことない気がする、ね、そう、全然わかんないんだけど、何なんだ赤いネクタイ。廊下の先って何。廊下、廊下、赤いネクタイに廊下あんな近くに、僕は先回りします。先回りゴルフをしろってことだ。そう、それはゴルフなんだけど。ゴルフをしろ、これはゴルフをしろ。この下の部分はゴルフをしろ。でも場所が赤いネクタイをつけた白人が10人。 OK、 よく考えよう。 Red 赤 Red tie Red tie 10 white people。英語、英語にしたの。お前英語得意だろ。いやいや、だからといってこれが必ずしも英語のヒントなのかとは分からないんだけど。ちょっと赤いここら辺ね、赤いけど、赤いね、赤がいっぱいあるけど、でもここではなさそうだけど、ネクタイ見えないし。俺考えてたのは、もしかしたらレストラン、どっかのレストランの制服が赤いネクタイなのかと思ったけど。 ありえるかもしれない。でもレストランの中でゴルフし出したら俺ら警察で呼ばれるよどっかで考える。オッケー、じゃあ、ハードロックの広場です。わかった、意外とそこが答えだったな、ちょっとね。ね、
どういうこと？俺もう泣きそう。諦めて家帰る。4個中2個目で俺たちつまずいてんだぞ、うん、ね。これどんどん難しくなってるから。待て、赤いネクタイ、サンタクロース、なんだろう。いや、赤いネクタイっつったら何？グリーンデイしか分かんないんだけど。グリーンデイ、違うな。白人が10人ってなんか銅像がいっぱいあるやつじゃないの？どっかに。そう、俺そう思うけど、どこに銅像が？銅像いっぱいあるんじゃない？人間の銅像がいっぱいあるところっつったらどこ？いやー、全然分かんないですね。そして僕たち注目やばい。まあしょうがない、周りの人ずっと見てくる。まあ、それがね、YouTuber としての人生なんですよ。皆さん人がいるからってね、こうやって恥ずかしがっちゃダメなんですよ。大声で話していきましょう。面白いね。ここの広場よく来るんですけど、うん、俺たち全く違う方向に行ってたら笑いますね。あの公園は？どの公園？川沿いの、そこに何かある？思い出して、思い出して。芝生はそこだけどね。芝生そこにあるのは知ってる。でもゴルフと関係ある？ゴルフができる場所考えなきゃいけない。ゴルフショップもしかしてさ、ネクタイ10個のマネキンとかあるのかな？そういうこと？わかんない。オッケー、みんなゴルフショップが見えてきました。あそこにね、ゴルフショップがあるんだけど、赤いネクタイ全くわかんない。待てよ待てよ待てよ、なんかの置物なのかもしれない。すごい、廊下じゃん。廊下だね。廊下って言えるね。多分こういう感じの置物の可能性。え、この辺めっちゃ置物があるんだけど、赤いネクタイを。ここら辺ありえるんじゃない？めっちゃ赤いものあるよ。でも白人で赤いネクタイだからね。え、ここら辺の置物とかではないのか？分からんな。いや、このゴールデンフロッパー。え、これいくらするの？え、これ値段は書いてあるのかな。フランス製だって。やばくない？ぽい、ちょっとぽいじゃん。ぽいんだよね。ぽい場所なんだよ。見てください、これ。この周りって完全にぽいんですよ。もう俺たちラストチャンスよ、これ。これで分かんなかったら。僕たちが考えるには、芝生と穴の遊びはこれゴルフなんじゃないか。うん。だからこの上の部分が全く分かんない。ビリヤード？赤いネクタイはじゃん。お、ビリヤードありえるな。え、え、え、ボーリングのピンって10個じゃないの？赤いぞ。やっぱりそうだ、やっぱりそうだ。やっぱりそうだよ。 No way。 だからボーリングのピンが10個あって全部赤いタイじゃん。そう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 。で、さらにビリヤードしろってことだ。オーマイゴール。え、俺絶対思いついてなかったよ。そして廊下あるやん。廊下で奥にビリヤードがあるから、もう完璧だ。これ絶対。え、やばい、ひらめいた、ひらめいた、ひらめいた。天才すぎる、天才すぎる。ナイス。意外とね、近いんですよ。そうそうそう。僕たちが進んだ方向。変な方向に行かなくてよかった。よかった。これさ、バス乗って変なとこ行ってたらさ、もうマジでそれだったらもう勘弁してよだけど。よかった。じゃあ行こう。じゃあ方向合ってたからね。方向合ってた。こっち行こうぜ。いやー、こういうとっさのひらめきがなかったらこれクリア。できないぞ。ね、もう今100年かかったらもうおかしくなる、うん、ここがね、開いてるの？でも開いてるよ。クラブエナジーです。ここでボーリング。おおおお、あー、いるぞ、いるぞ。ゲームマスター、ゲームマスター、ゲームマスター発見。おお、ダイニングのピントの途中で、うん、一緒にビールでも飲もうかなと思って。おお、よしよしよし。さあ皆様、第2ヒントを記念して、はい、乾杯。乾杯。いやいやいや、これで飲ませてヒント第3個目解けないようにしてるだろう。お、それが作戦なのか。バレた。では皆さん、ビリヤード対決やります。勝つのは僕だけどね。最初はグー、ザンゲンポイ。ケンゾサーブ。僕サーブです。サーブっていうのもね、いきます。運良すぎた、運良すぎた。作戦通り。お、イエーイ。冗談だ。俺もう負けた。皆様、ルール上黒い球を入れたら負けになるんですよ。おい、出落ちすぎるから。何にもしてないから、ビリヤード。もう復活できる。お前の負けだぞ。やば、黒ボールなしでちょっとやる。じゃあマルク、ファールとして2回どうぞ。初めてなんだよ、ね、中に入るようにしたいですね、これは。これをいきます。お、オーマイゴール、オーマイゴール。今ミスったと思ってカメラ切れようと思って、切ろうと思ったらそこに入りやがったぞ。僕の顔当てんなよ。じゃあ僕今から連続で何個も入れるよ。まず簡単に1個目。そして、はい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 、どうだ？ロッ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 。僕のターンだよね。いや、さあ、マルとケンゾ、お互い残り1つだよ。何やってんすかあいつ。あぁ、お前すぎだろお前。いきます。お、待てよ。ノーウェイ、ノーウェイ、ノーウェイ。おいー。
ちゃんはガチで終わらせます。うめえ。でもあなたは黒ボールを最初に入れたからあなたの負けです。そういうことなんですよ。さあお疲れ様です。お疲れ。お休みのビール美味しかったですか。美味しかった、美味しかった。さあヒント3開けてください。ヒント3、じゃじゃん。じゃあ今度俺が開ける。あ、どうぞ。はい、僕の予想言うよ。多分一瞬で分かる。おお、オッケーオッケー。分かんなかったらがっかりする。いきます。プラン A は失敗、人を見下ろしながら次のプランを立てよう。立てよう。俺一瞬で分かった。待てよ、こいつ知らないぞ。さすが、さすが。これ一瞬で分かったぞ。人を見下ろしながら、こいつが分かるまで待つか。人を見下ろす、つまり上のところに、高いところに。いや、ここは見下すんだよ。だから見下す。お前は俺より偉くない。あ、あー、分かった。ルフトップはもしかして。お前、それは言わない。あそこの名前は、プラン B だ。あ、おいおいおい、あー、じゃあ行こうぜ、行こうぜ。分かったわ、なるほど、なるほど。いたことないの。いたことない。ない、こいつない。初めてだわ。でね、僕、さっきね、ちょっと失敗したところ、したところあるじゃん。ここでビール頼んだのね。あそこバレじゃん。2杯目のビールいきますか。さあ次は食わない。そういうことね。まで超綺麗なルーフトップなんで行きましょうよ。行こう行こう。あ、いや僕はゴールに行きます。あ、ゴール。僕はゴールに行きます。じゃあ楽しんでこい。じゃあ綺麗なビールを。あれよ。2個目はもう50分ぐらいかかったけどね。50分は大げさだけど、やっぱりなんかもうもしかしたら今回の宝はいっぱいアルコールが飲める。みんなはね理解できないと思うんだけど、うん、ここに書かれているプラン A は失敗、次のプランを立てよう、つまりプラン B なんですよ、うん、プラン B という名前の屋上テラスバーがあるんです。屋上だから見下ろすってことなんだよね。僕ね4つ目の予想をしてたんですよ。うん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 。で僕たちが大好きなレストランがあるんですよね。うん。そのレストランが飛行機のデザインをしたレストランだから、4つ目のヒントの予想、飛行機の中でご飯を食べろ。そう、そのレストランは飛行機のテーマなんですよ。飛行機テーマのデザインだから、そう、もしそれ当たってたら僕を天才と呼んでください。オッケー、僕も天才と呼んだけど、当たったから。もうそろそろくれるんだけど、くれそうだから早く行かなきゃ。あそこの上です。見えてきた、見えてきた。おお、見えるね。もう人いるね、あの上。あそこ屋上テラス行くぞ。行こう。もう絶対景色めっちゃいいっしょ。ここに川があって、あの上にバル、もう絶対綺麗だわ。夕日が沈む前に。あ、早く行こう早く行こう。オッケー、今から一番上の階に行きたいと思います。行きましょう。おお、ここにする。いいよ。あ、ここからですか。ここからです。見てください、この屋上テラスの景色、超綺麗でしょう。席移りました。こんな感じで反対側も景色が綺麗です。すげえわ、こんな景色俺見るの初めてだからね。こんな高いところ見るの初めて。気持ちよくない、こういう屋上のテラスでのバー。神じゃないここ。神すぎる。だから値段を見てみよう。値段見る、怖い。じゃあ一番分かりやすいビール、水1本、水、水、オッケー。アルコールしかないような気がするんだけど、レッドブルの値段でいくよ。ビールが見つからないんだけど、レッドブル1本650円。ほほほ、これはもう景色代入ってますね。入ってる入ってる入ってる。見てください、こういう景色になってます。川が見えて、山が見えて。 No way。都心、なになになに、ビール、でっかいビール10ユーロでしょ。4倍じゃない、4倍とか3倍じゃない、ね、やばいやばい、やばくない、高いね。さあ僕今ね最終地点に向かってるんですけど、こちらが来ました。顔よ顔。でも正解ですね。さあヒント4を開けてもらいましょう。皆さんこれ注文しました。おお、レッドブルウォーカー。いやー、じゃあさ、これ飲みながら次のヒントを見る。そう、あれ順にもうこの、 あの場所のセルフィー送ったんだけど、うん、順がもう正解って出たんで、4つ目のヒント、じゃあマルク渡すよ。開けますわ。ヒント4いくぞ。いやー、これ難しいんか。お金の別名は、そのスターがいる場所に宝はある。お金は金、マネー、マネー、ゴールデンスター、ゴールドっていうか、マネー。お金の別名はキャッシュ、キャッシュスター、お金、マネー、星がある場所。そしていや、僕が思うにはこれは何かのバンド名で、バンド名のスターは誰ってことなんじゃない。マニー、マニーのピンク、ピンクフロイド。マニー、ピンクフロイド、うん、のスターはどこにいるの。スターあんの。いや、そいつがスターじゃん、大スターだって言うじゃん。なるほどなるほど。ピンクフロイド、ハードロック、ハードロックってこと。いいいいいい、そういう系統だと思うんだよ俺。ジュンはロックが好きじゃん、ロックミュージック。だからお金の別名は、でこのお金の別名が何かのロックバンドで、そのスターがいる場所に宝はあるじゃないの。ちょっと考えようぜ。じゃあ考えます。もしかしたらアルコールが少し回ったら俺らの頭も良くなるのかもしれない。じゃあまず最初の一口どうぞ。あとこれ風飛ばないように。そうだね、これ飛んだら終わりだから。俺いきます。ウォッカレッドブル、
9ユーロ。ちゃんとストローで飲んだよね、ストローやだ。てかめっちゃ綺麗だな、この景色。うまいね、普通に。まあみんなね、あのお酒が飲めるようになったらぜひ楽しんでください。はい、アディオスクワッドが教えるウォッカレッドブルでした。わかんないよ、わかんない、ほんとにわかんない。どこだよ。お金の別名のスターがいる場所はどこ。わからないです、僕たち。合ってるかわかんないけど、ハードロックカフェかもしんないんで行ってみます。はい、行きましょう。最後にこの景色を見てください。綺麗でしょ。いやー綺麗ね。これがアンドラです。皆さん今ね、とっさに思いついたものがあるんですけど、はい、お金って考えて、こういうお札があるんですよ。ここに実は星があるんです。見えるかな。そう、星があるんだけど、星の下、星のある場所ってこれ何。これ何、テレフォンボックスだよね。つまりアンドラテレコムってこと。え、これテレフォンボックスなの。そうでしょ、多分。銀行じゃなくて。わかんない。わかんないです。一つだけ僕たちの中でここなんじゃないかって思ってる場所、はい、まずお金の別名マネーじゃない、英語で。で、僕はあんま詳しくないんだけど、ジュンとケンズはロックミュージック詳しいんだけど、はい、マネーをっていう曲を作った人がピンクフロイドっていうグループなんですよ。そしてピンクフロイドって言ったら、まあいろんな、まあピンクフロイドだけじゃないけど、いろんなバンドとかのものが置いてある場所があるんですよ、アンドラに。ハードロックカフェ、はい、だからね、ハードロックカフェなんじゃないかって思ってて、もう今から行くんだけど。じゃあもうこんなシンプルなのか、それとも俺たちが考えてたさ、お札に星があって、星の場所はどこだみたいな。バニーサンダーズがいるっていうことなのか。え、うん、お前気づいてない。何、左見ろ。あれ、ジュンがいるぞ。ジュンがあそこにいるんだけど、行っていいのか。行っていいのかな。なんでなんか変な顔でこっち見てるよ。おい、スターバックス、バックス、スター、スター、バックス、オーマイゴール。アホだ、アホだ、俺アホだ、アホだ。どういうことだ、ジュン。じゃあまさかお前偶然でここ通って。そうだよ、俺たちの考えた説は、うん、お金の別名マネー、マネーという曲があるじゃないですか。ピンクフロイドさん、ロックの人、そのスターでしょ。その人間のスターがいる場所はハードロックカフェなんじゃないかっていう。お前ら深く考えすぎ深く考えすぎだ。あー、バックスか。俺らアホだな、うん、ほんとアホだな。え、宝はどこ。宝どこ。宝どこ。宝は、やばっ。おお、え、食べたい、お腹すいた。宝結構しょぼいんですけど、こちらの。いや、見てください、チーズハムクロワッサンです。チーズハムクロワッサン。え、じゃあもう早速俺一口食べるよ。いいよ、全部食べんなよ。うん、これタイミング合わせてお前らが近づいた時に頼むに行ったから。あったかいはず。うんうんうん、オッケー、あったかい。ちょっといただきます。うまい。うん、宝見事手に入れました。レッツゴー。めちゃくちゃ楽しい撮影だったね。もう超楽しかった。もうゲーム遊んでる感じでね、めちゃくちゃ面白かった。楽しさレベルはもう過去最大トップ3の動画に入りますね。あの、一個言いたいんだけど、みんな気づいてないかもしれないけど、家から中心に来るとき、僕お前らの真後ろずっとこっついてって撮影してた。全く気づかなかった。全然気づかなかった。盗撮ストーカーみたいな感じだった。ストーキングされました、僕は。我々1個目開けて答えが終わったらお前に送って、そしたら俺らここから動かないってこと。質問が多いなこいつ。2個目のヒント全く分からなくて、そう、俺芝生とはなって言ったらゴルフだと思った。あ、だからゴルフショップ行って、で、そう、あそこのゴルフショップに行って、廊下があって広場があるから、いや全然分からんな。で、そこでベンチに座って考えたら左思いついた。そう、ひらめいた。だからか、僕ね、あのメイン通りの途中の道でカメラ構えて待ってる。で、位置情報見たらなんか僕を避けてるから回ってってさ。いや、僕らね、もう10分以上だ、15分ぐらいずっとね考えてんだけど、全然ゴールに近づいてきてる気がしないんですよ。それでは皆さん、最後まで見ていると本当にありがとうございました。そしてね、ジュン君、はい、ありがとうございます。面白い企画でした。そしてもっとね、こういうなんかゲーム性な動画見たかったらね、コメントなど教えてください。はい、それではまた次回。 3, 2, 1 Adios, Adios.